これチーズのやつだ。これチーズをいろいろ切るやつ。チーズセット。本当いろんなものが売ってるよね。ビットグルニーは。ああ。電話。懐かしの電話。アジャンスとかポリスとか書いてある。面白いね。あ、つーさんレコードプレイヤーもいっぱいあるよ。あ、うちもあるけどね。そうだね。もはやなんかさ、うん、こうプロのところだと、ああプロだから安くなさそうだなとか思っちゃうね。すごいトランプも売ってる。本当だ、可愛いね。トランプだけじゃない、この青とかのは何なのか、チップかな。そうだね、なんかあれじゃない？ポーカーとかしたとかけたりとか言ってる。ね、つーさん、これうちにあるお皿と一緒だ。本当だ。大きいね。大きいからちょっと。でもちょっと見てみて、ここ紙がいっぱいある。本当だ。紙綺麗じゃない？これ今日はもうデルニエルプリだってきたよ。本当？うん、あ、そうなんじゃない。まあ今日しかないから。あ、でもまあ、そっか。でも別にそうでもないね。このちょっとレトロな布が可愛いかもしれない。ほら、レトロ感。うん、可愛いね。うん。このクマも可愛いね。クマさん。なんか。うん。うん、ここまで。うん。じゃあ一回戻ろう。見なかったところ。なんかすごい猫の絵がある。ただ。猫ちゃん。てかすごい広さだね。ここ100、150、120、うん、本当にさブロファントとかビットグルニエってさ、うん、交渉の数字とかが全然安定にならないんだよね。ね、120って書いてあった気がするけど、全然もっといる気がするね。うん、なんかあとやっぱり地区とかの感じで判断するのが一番いい。この辺はいいにはよくやってるよね。そうね、うん。11区のはいつもいい楽しいイメージ、うん、いつもいい感じ、うん、住んでる人がやっぱさボボっぽい人が多いからじゃない？そうね、9区とかもいいでやってるイメージだって、やっぱさ地元のに出すもんね。そうね、わざわざ遠いとこにも出さないもんね。すごい、だって増えてるからそうね、そうなのよ、うん、前までなかったとこは増えてたりとかするから、そうなの、気が抜けないわ、うん、こっちだって回ってないでしょまだ。なんかもうどこが見てないのかも分かんなくなってきちゃった。でも大きすぎて私なんとなく分かる。可愛いアクセサリーとかも売ってる。素敵。こことかは普通にお店っぽい、ね、うん、すーさんなんか船が売ってる。ここ子供のは乗れるけど、うん、マムコも多分横にあるから乗れる。いや、それは無理だと思うよ。また違った、そっちじゃない。かわいいねえ、つーさん、この絨毯かわいいね。本当だね。でも絨毯とか恐ろしすぎてちょっと買えないわよね。そうね、ちょっと怖いわ。何がいるかわかんない。そう、ここはプロのお店だな。よいしょ。そういえば私じいちゃんが欲しいんだった。あ、そうだね。欲しさね。うん。すごいね。まだまだ続くね。こんなのもある。これみんな好きなんだね。うん、羊ね。うん。なんかこれも可愛くない？こんなのが家にあったらね。あ、これね、可愛い。あ、これ可愛い。俺こういうの好き。でしょ？でもちょっと埃が激しいけど、また自転車が売ってる。またみんな自転車、みんな今もう自転車に大ブームなんだな。そうだね、うん、自転車好さっきのプジョー可愛かったもんね。帰り買って帰る。ここは分かった。ここがちゃんとしたブロカンとこっちがビットグルニエなんだ。とりあえずビットグルニエを先に終わらせよう。すごいなここね。すごいね。なんか今日すごいね。すごい大盛況。このあ、これお裁縫入れだ。お裁縫入れじゃないだろう。かわいいわね。なんかほんといろんなもんあるね。終わらないね。あ、椅子もある。本当だ。この椅子はなんか結構ちゃんとしてる。でもなんか背もたれのとこおかしい、怪しい。そう。ダメか。こんなベンチもあるよ。本当だね。もうダメだ。このなんかあったらもう持てない。もうお帰りだよ。まずけといて後で全部ピックアップし帰る。でもどこだかわかんなくなっちゃってピックアップできなくなりそう。向こうも忘れそう。そう。誰みたいな。すごいね本当に。俺らも出したらいいんじゃないのこれまま。ミニチュアハウス。この可愛いね。可愛い。あ。かわいい。すごいね、なんかちっこいものがいっぱい。本当だ、あ、ね、見て、つーさん、あれがある、なんかスープ入れのちっちゃい子バージョンが。あ、本当だ。よいしょ。ほら。可愛くない、これ。何にも使えないけど。可愛いね、でも。これとブランさんに。あ、猫もいる。この猫かわいい。これなんかうちの義理の兄が好きかな。あ、そうなの。なんかこういう木のやつ好きなんだよね。で、まあちょっと俺のセンスだけどなのかもしれない。そう、めっちゃ不思議だけど。なんかこういうなんか木のこういうの好きな気がするんだけど、でもちょっとわかんないね今真剣に選ぶの。これなんだろう。わかんない。なんかなんだろう。これ可愛くない？これ。なんだろうこれ。本当だ可愛いね。何これ。可愛いんだけど。可愛いね。確かになんだろうこれ。C'est quoi exactement? C'est pour les décorations? Ouais. Ok. C'est joli. C'est combien ça? Un à deux. Oui. 10 € les deux. D'accord. 10 € les deux. D'accord. 可愛くないこれ。すごく。なんだかわかんないけど可愛い。ちょっと真剣に。可愛いそれ。飾っといてもすごくいいと思う。ほら。ちょっとファンシーだけど。なんか置いといて可愛いと思うすごい。あ、だからなんかあれじゃない、引っ掛けとけばいいのか。あ、うちのさ食器棚のところに引っ掛けてたら可愛くない？あ、食器棚のところの壁。でもちょっとファンシーかな。いや別に可愛いと思うじゃん。本当？違う？私この猫も好きなんだけど。これ可愛くない？すごく。そういうの気に入ったものを買った方がいいよ。一期一会だから。これ可愛い。鹿もいる。鹿は穴が開いている。あ、これもある。卵入れ。これも可愛いんだけど。可愛いと思う。ね、ミニチュア感。ミニチュアだよね。1/4ぐらい。聞いてみようか。この猫とこれ。ムッシュ。Et ça, ça coûte combien? Ça, ça vaut 10 et ça, ça vaut 2. 2, ok. Ça fait 12. かわいい。Si vous prenez ça avec, je vous fais 20 € l'ensemble. D'accord. どうする？いいか、買う？いいんじゃない？かわいいと思う。Et ça c'est quoi? C'est quoi ça? Ça c'est une, j'arrive pas à l'ouvrir. Je sais pas. J'ai essayé. J'arrive pas. Normalement ça s'ouvre. Normalement ça s'ouvre comme ça ou comme ça ça s'ouvre. Mais j'arrive pas à l'ouvrir. C'est combien? C'est combien ça? Comme ça je la vends 5 €. Come Shek. Sapra su saca. Ti ha trovato le trove di diamante. Non potete riagliare. Ouais. C'est pas une bonne idée. Voilà. Encore là, oui, c'est pas possible de vivre ouais. non plus. Ah, c'est mystérieux. Hein. €5だってよ。それはミステリーだ。Oui, d'accord. これ私買おうかな。12。うん、そうね。かわいい。どうしようかな。でもなんか気に入られなかったらもはや何のために買ったのかもよくわかんないから。まあそうだね。うん。うん、これとかも可愛い。それも可愛いと思った。Oui? Ah d'accord, ouais. Ça c'est asiatique. Ah bon? Ah bah oui. C'est où? Quel pays? Ça c'est entre le Japon et la Chine. C'est vrai? Non, c'est-à-dire c'est asiatique, c'est dans les environnements. Voilà. D'accord, d'accord. C'est mis d'accord ça. C'est japonais. Si j'ai dit, mais le Pakistan aussi, il est dans l'Asie. La Russie, elle est dans l'Asie. Moitié Europe, moitié Asie. Mais c'est beau, c'est beau. C'est beau. Qu'est-ce que je ne sais pas.はい、じゃあこれで全部で。Monsieur donc je prends les quatre。いや俺これ買っていいやっぱり。いいよ。さあ。il prend ça aussi。donc 25。はい。Merciやば。やばい。終わらない。終わらないね。ネバーエンディングストーリー。ネバーエンディングストーリーだね。あここにもほらスープ皿あるよ。みんな昔はこのスープで飲んでたんだ。あ、これね。うん。ここにも書いてあるよ、ビラージュ。このあれでも可愛いね。このお知らせさえも。いろんな人が持っているものがいろいろあって面白いね。うん。すごいお祭り感がより出てきた。うん。本当に終わんないなこれ。すごいね。だってここもほらこれから出てくるんでしょ。本当だね。どんどんこれからすごいね、もう人もいっぱい出てきたね。うん、楽しいね、なんかいろんなもん買ってさ、うん、いろいろ飾り付けできるのが楽しみ。うん、ワンコがかわいい。でもな、もうこれ以上椅子を買ったらダメだ。ダメだ。そうなのよ。あの塔の椅子が好きだからさ。植木鉢売ってるよ。本当だ、植木鉢売ってる。まあでもちょっと普通の植木鉢だ。これも可愛い。これ不思議じゃない？つーさん、足が見て、ほら。そう。何これ。可愛いんだけど。聞いてみる。50。サクッコンビアンサー。10 euros。安い。C'est quelque chose d'ancien? Ancien, oui. Ah oui? Ça vient de quel siècle? C'est à l'époque, ça vient de d'Alsace. Ah d'Alsace. D'accord. C'est joli. C'est pour ça que. Allemagne à côté, d'Alsace à côté, voilà, c'est ça. Il est beau. Oui, très beau.10 non, non, il est bien. Et je vais prendre ça. Allez-y. Merci. C'est gentil. Voilà. Merci, madame. Merci. Bonne journée. Bonne journée à vous. Au revoir. やばい。これさすがに買いすぎてもう困った。座れるよだからほら。座れる。つーさん持ってあげるよそれ。大丈夫よ。つーさんワインまで売ってる。すごくない？このワイン飲めんのかな？飲めんのかなこれ。みんながものすごいなんか探してる。こういうとこからものを探すんだね。もうちょっとまだちょっとその域にたどり着けてない。楽しい。見てみて着物も置いてあるよ。あここね日本人の人が出してたよ確か。でつーさんあの猫好きなんだけど私この猫あの猫しかも。猫はちょっとあんまりあれだね。この猫有名な猫だよ。あ、そうなの。めっちゃ可愛いんだけど。可愛いね。オブジェクトにいいんじゃない？家に置く。でもちょっとうちのテイストとあまりに合わなくてやっぱちょっと最初に飛ばしすぎて、なんかスープの1ユーロとか買ったのが重い。いやでもあれ良かったじゃん。そうなんだけど良かったと思うよ。全部良かったと思うし、逆にあそこで飛ばして買ってて良かったと思う。だってこんだけ人来たらどんどん買われちゃうじゃん。そうなの。あ、自転車はまだあるよ。プーさん。最後自転車買って帰る。あ、こっちがさ行ってないはず。確か。こっち行ってない。こっちか。こっちはまだ行ってない方か。そう。ここ行ってない。すごいね。まだあるのか。うん、すごいね。みんないろんなもん買ってて。うん、なんかもう何でもあり。何でもありだね。うん。ここからはもうあれかな。ブロカンでしょ。うん。あ。見つけちまった。でもこれちょっと大きすぎんな。そうね。大きすぎるわ。これいくらなんだろうね。値段がここにあった風。いくら？わかんない。書いてない。なんか今やってきた人もいる。本当だ。お祭り騒ぎだね。ねえ、すごいね。みんな楽しそう。うん。もうこの洋服の山からどうやって探すんだっていうことになってる。すごいね。あ、この店もさ、まださ来た時は何もお皿がこの荷物しかなかったけど、物が増えてるさっきと変わってるねらしいね。もはや車が真ん中にいますけど、すごいねちょっと待って戻ってきたよプーさん。でやっぱあそこの通りはあれなのかな、プロのブロカントなのかな。あれはそうでしょ、あっち側は。だからくっついてて一緒になってるの、効率がいい感じだよ。なるほどね。うん、なんか大変なことになってる。やっぱここはもうほらプロなのよ。うん、ほらここからはあれなのよ。すごいねこれはでもこっちはほらプロのブロカントだよ。そうね、うん、よいしょ。こりゃブロカント日和だわね。あ、でもこっちはやっぱ人がそこまでいなくて、ね、やっぱみんなビットグルニエが好き。そりゃそうよ、だってビットグルニエはだってお買い得だもの。そうね、欲しいものがあったらお買い得だもん。あんなお買い得に大量に買っちゃうと、もうその後のもう高く買うって。まあでもこの見てこの椅子とかさ、いやこれは美しいよ。やっぱエタが全然違う。全然違う。まあだからどっちもどっちなんね。どっちもいいとこがある。あ、ツーさん見て、ほらツーさんの夢の国みたいなとこがあるよ。レコード屋さんね。もう疲れちゃった。そうね。座っちゃおうかしら。もういっか。あ疲れちゃった。じゃあもう行くいろいろ買いましたね。はい、もう重くてこれ以上持てません。はい、じゃあ帰りますか。はい、帰りましょう。電車に乗っても椅子がなかったらこれに座ればいいから。そうね。はい、開けますよ。はい、では本日の戦利品を早速ご紹介したいと思います。まず最初に買ったのがこちら。これは水差しですが、本来は水差しだけどうちでは花瓶代わりに使おうと思って買いました。以前これのすごく半分ぐらいの大きさのやつを持っていてお花を飾っていたんですが、すごい気に入っていて、これ全く多分ほぼ同じ形なので多分すごく活躍してくれると思います。ちなみにここが馬、鳥の顔になっています。そういうちっちゃいディテールも好きです。ほらね、後ろ側もこんな感じね、という感じがこれで、次によいしょ買ったのがこちらですね。これはスープ入れ2人分っていう話でありました。この形のスープ入れはこう多分パリに来たことがある人は見たことがあると思うけど、大概こうオニオングラタンスープとかがこれの半分サイズぐらいで出てくるやつね。私はこのスープザルがなんかあったら可愛いなと前からずっと思っていたので、こんな巨大サイズにするつもりはなかったけれど、まあ、1ユーロならいいかなと。で別にスープに使わなくても、例えばこれもなんかちょっと植木鉢代わりにしたりとか、小物を入れてみたりっていうのもいいんじゃないかなと思って、まあ1ユーロだから良いでしょう。で私の中では一番本日嬉しかったのはこちらのカフェオーレボール。このバスク柄と呼ばれるこの柄がすごく好きで、これってすごい人気だからもうなかなか手に入らないと言われている柄なのです。でこれはディゴワンフランスって書いてある。どこのディゴワン？ちょっとよくわかんないけど、まあ、それは別にどうでもよいです。ということでこれはすごい手に入れたのが嬉しい。でそれと一緒にこれも買って、これも同じディゴワンと書いてある。サルグミヌのこのちょっとよくわかんないですね。でもこのチェックな感じも可愛いということで、2つカフェオレボールが手に入ってとても嬉しいです。カフェオレボールって結構今高いもんね、飲みの市ってもね、綺麗なのがなかなかないから、まあ10ユーロおじさん全く負けてくれなかったけど、全然私はいいね、ちょうど良い値段で買えたと思っています。でそれからこの小さい、これは何入れ？これはままごと皿っていうやつだと思うのですが、スープとか入れかしら、ソース入れかな、ソース入れだね、の小さいバージョンで、これは一応テールドフェールって書いてあるから、一応この動物柄とか自然柄とかのやつなんじゃないかな、よくわかりません。でもこれかわいいし、なんかこうちょっとソースとかマスタード入れとかにも使えるかもね。はい、で同じ店で購入したこの猫の陶器の置物、ミニチュアかな。昔よく考えたらこういうものをよく集めていたのですが、私この陶器の動物とかミニチュアがすごい好きなので、でさらに猫非常に可愛いということで満足しております。でまたこれも同じ店、これはこれですね、ちょっと迷ったけど、中の人形人の絵も可愛いし、であとこの裏側のこの紙の感じとかも可愛い。でここはちゃんとなんかガラスプラスチックだみたいのも入っていて、こう周りにもこんな割とちゃんと作られているというね。でちょっとこうファンシーすぎるかなって一瞬思いましたが、たまにはこういうものもいいかなということで。2つセットで買いました。これは壁のどっか壁に飾っとこうと思います。この辺かな。またはこの辺かな。という感じです。そして同じところでもう一つ買ったのが、このつーさんの義理のお兄さんにプレゼントをする、お店の人も開けることがまだできていないという、これからくりボックス的なこと、多分ね、わかんないよね。中にダイヤモンド入ってるかもって言ってたよ、ね、まあでもなんかよく見たら可愛いわね。いやでも ね電話っていうか LINE で姉に聞いたら、お兄さん喜んでた。よかった、ここだけ木がないのは、これは木がないのかな。多分木がない、ね。多分ね、俺が思うにあのおじさんすごい一生懸命開けようとして、そこがなんかえぐれちゃったんじゃないかなって俺の予想なんだけど。えぐれたっていうか外れたんだと思う。そうそう、外れちゃったんじゃないかな。白い木がいなくなったんだと思う。こういうやつだね。多分そんな感じ。入ってないな。何も入ってる感がない。そうね。という感じで小物をいろいろ買ったり。そして今回いろいろ大物も買いまして。こちら、これが最初に買ったバスケットですね。よいしょ。これはここまでしか開かない無理やり開けようとすれば開くのかもしれないけど、でもなんかこの適当な感じもまたよし、そうね、あとなんかこの形といい、この真ん中のこのちょっとだけ色が入っている感じといい、私はとても気に入っています。まあだから飾り中にでもいろいろ物を置いていけるからいいじゃん。そうね、中に中に何を入れるの？いや、見せたくないようなものを全部詰め込んで、俺のなんかとか、あ、つーさんの靴下とか、ね、そうそうそうまあでもこれは気に入って買いました。かわいい、かわいいね。で同じくこれも買いました。どうやってこうパソコンに入れるのフランス人だってやりかねないなって俺は思ったけどね可愛いでしょとか言って、そう、あとなんかピクニックにもとか言って、これしか入っていかないピクニックも、でも普通にこうバッグとしても可愛いんじゃないかっていうね、うんうん、でなんかこのさ、ちゃんとここカシって閉まるところも実はちゃんと割と作られているなと私は思っているんだけれど、割とマッチもあります。でこれらは全部うち帰ってきてからジャブジャブと水で洗いましたので今は綺麗。よし。そしてもう一つの大物はこちらの椅子、丸椅子でございます。この上が丸くて足が3つの椅子はよく台として使ったりするので好きで、うちにも他にあと2個ほど足がちょっと違うやつとかがあるのですが、このこうなんだろう、カーブができたカービングになっていて、かつここにこの謎の T字というのかしら、こんな T 見える？見えます。になってるのを初めて見て、これなんか不思議で面白いな。おじさんに、ね、年代を聞いたのに「年代はアルザス」というよくわかんない返事が返ってきたけれどでもアルザスっぽい、うん、すごいなんかドイツっぽいもん、ね、フランスとはまたちょっと違う感があるよね、うんうん、でもこれ絶対ね便利なの、こういろんな台としても使ったりできて、これ10ユーロで私的には満足ですという感じでした。たくさん買いましたね今回も。素晴らしい、はい、やっぱり地域バザーは良いですね。楽しかったですね今回も、はい、楽しすぎてちょっと一人で先に行きがちですいませんでしたまあでもまたこれからやっぱりブロカントいいシーズンだから、これからまたブロカントっていうかビッチョクルギとかね、うん、やっていきましょう。はい、ではまた。ありがとうございました。